ともとは教員も目指してたりしたので、いじめ、まあ、身近に起こってましたし、でそれ、まあ、高校ではないですけど中学あたりでちょっといじめが問題になってた場所だったので、それで、あんまり自分でもそういういじめられてる子に対して何かできるわけでもなかったし、逆に何か言ったらいじめられちゃうの自分になっちゃうしっていうのが怖かったりして、あんまりそういうのできなかったので、自分から積極的に動けなかったし、だったらちょっとでも理解はしてあげなきゃいけないって思って、そういうふうにもっとちゃんと勉強しようっていうことで、それがきっかけになったと思います。今自分が所属しているゼミナールでは、2020年に開催される東京オリンピックとそれに合わさって社会がどう変わるのかとか、今現在社会にはどんな問題があるのかっていうのを研究してるんです。やっぱり自分だけだと客観視できなくって、本当に正しいのかっていうのがわからない点が多いんですよ。そういったのが周りの意見からでもっとより良い意見が出たり、そういうのを繰り返して自分だけで作るよりもいい研究が絶対にできると思っているんで、それが好きな点ですね。ちょっと別のいじめ問題とかがあまり関係なくなっちゃうんですけど、まちづくりの勉強もしていて、その地域住民がどんなふうにしたら、その地域の行事をもっと参加できるかとか、そういったことも勉強してるんですね。まちづくりとかまちおこしみたいなのに直結してくる部分が結構あるんで、生まれてからもう今まで全部同じ市で過ごしてて、今自分が住んでるところも大好きなので、そういったところにもっと有名になってほしいっていうこともあって、ちょっと自分も市役所に入ってそういう活性化の手伝いができたらなっていうのを思ってます。